皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語に続きやってまいりたいと思います。では初場所の後半戦ですね、通算は877回目ね、やっていきたいと思います。塩越さんは門松さんねストレートで巻き越し決まっちゃいましたね。で五条さんが荒藤さんでしたね。両替さんもね、どうやら勝ち越せそうな感じだね。六条さんは岩戸川さん、おっとっとっと花嫁さん、まんじゅうさんと、ああまんじゅうさんと松原さんか。塩小路さんは門松さん、お相手は6勝2敗。両替さん勝ち越しかかってます。ひでみなとさんですね、お相手は5勝3敗。さあ、もろ差し寄り決まりました。これで勝ち越し8勝1敗。八条さんは小屋さんさん、お相手は2勝6敗、負け先行になってるね。花山さんは港川さん、お相手は7勝1敗ですね。で七条さんが伊勢神楽さん、こちらもお相手は7勝1敗。やっぱ一度上に上がってた人は強いね。六条さん、今日は関脇の岩戸川さん、岩戸川さん現在4勝4敗。さあ岩戸川さんには悪いけど、ここも六条さんは優勝戦線に残るためには落としたくない一番。上手出し投げ、岩戸川さん大物食い発動。さあ五条さんは今日は6勝2敗の大関荒藤さんと。岩戸川さん本当大物食いやね。八重野さんに2場所連続で勝つのはすごいよ、やっぱり。今場所は五条さん、先場所に引き続きちょっと不調やね。差し替わんない、差し替わったけど押せなかった。寄られてしまいました。松原さん8連勝、万事さん6勝2敗の同門対決。ちょっと五条さんピリッとせんね。さあ松原さん全然ひるまない、一気に追い込んだ。ケタグリー、松原さん落ち着いてました。9連勝。八重野さんはもうガリュウさんに負けなくなったね。一時はすごい苦手やった雰囲気あったんですけどね。七条さんは伊勢神楽さんだと相手が悪いね。花嫁さんは勝ちましたね。で八条さん、両替さん、塩小路さんは頭黒ということで、六条さんは敗れたんで9連勝は3人に減りましたね。五条さんは勝ち越しお預け。では10日目いきましょう。六条さんはアホマレさんとか。八条さんはアンボーザークラさん、お相手は1勝8敗、もう負け越しちゃってますね。で塩小路さんは沖津波さん、お相手は6勝3敗。両替さんは諸瀬戸さん、お相手4勝5敗。花山さんは伊勢神楽さん、お相手は一差で追いかけてる8勝1敗。七条さんは2勝7敗の綾野国さん、綾野国さんが最近ピリッとしない。
まんじいさんは吉野花さん、こちらも相手ね、ビビッとしてません。あ、巻き越しがかかってますね。で、六条さんは小結び朝彦森さん、お相手は五所遠杯、こちらお相手三役なんで見ましょう。いや残った小森さんも上がるの早かったね。っていうか転生して帰ってくるのも早かったけどね。2場所か3場所で転生したもんね。で、下手出し投げ、六条さん技を使いました。五条さん勝ち越しかかってますけども、すでに勝ち越してる8勝1敗の百鬼丸さんがお相手。残った。さあ追い込んだ五条さん。押し倒し、五条さんようやく勝ち越し、これで8勝2敗。全勝同士の一番、松原さんと関脇瀬戸錦さん。残った。さあ、エンド戦まではなんとかアドバンテージを保ちたい松原さん。ここは突き出し10連勝、まだまだ大丈夫。八重海さんもあれ以来負けない。十両は、あ、花山さん勝ったね。まあ必要さんしょうがないとしてね。で、両替さんだけ勝ったのか。塩越さん、八条さん敗れる。10日目終了しました。松原さん10連勝、五条さん8勝1敗、六条さん9勝1敗、マジさん7勝8敗、7勝3敗ですね、ごめんなさい。で、全勝は消えましたね、松原さん以外はね。高西さん、瀬戸西さんにそれぞれ土がついて9勝1敗チームが4人という状態ですね。あ、テルミヤさん下位に落ちた、やっぱり頑張るな。それよりね、カゲロウさんがあまりピリッとせんね。十両は七条さんが負け先行4勝6敗ね。花山さんは元気に10連勝、それをナルトナミさんが追いかける形。八条さん5勝5敗、両替さん9勝1敗、2番手チームなんだ。で、塩越さんが全敗10連敗中という状態ですね。まだ勝ち越しも1、2、3、4、5、6人か、我が家の2人含めてね。では、11日目参りましょう。ですね。で、両替さんは沖津波さん、沖津波さんは7勝3敗、塩小路さんは諸瀬戸さんですね、お相手4勝6敗。花山さんは綾野国さん3勝7敗、七条さんは八坂滝さん、お相手は3勝7敗。マジさん勝ち越しかかってますね、5勝5敗の若尾さんとの一番となります。さあ、幸先よく2つありました。そして追い込む、差し替われば勝機。ああ、もう支えてしまった。もう一度押したい、押しが入った。 そしてそのまま押し出しました。まんじゅうさん、ここで勝ち越し。六条さん9勝1敗ですね。お相手は8勝2敗の関脇百鬼丸さんと。さあ、六条さんもこれ以上は負けられない状態。岩戸川さんに深く取りましたね。さあ、一気につき3つで追い込む。
突き倒し、六条さん勝ちました。五条さん今日は9勝1敗、好調の瀬戸錦さんとの一番。会話が結構攻めにくそうやね、五条さんね。なんか持ち前のパラで頑張ってますけどね、それ以上発揮できてない感じですね。さあ、なんとか勝ちました。松原さん、小結びタニシさん、こちらもお相手は好調、9勝1敗、瞬殺けたぐり。松原さん11連勝。八重野さんもやっぱり負けんからね。大関陣元三遊になったね。十両は、あ、七条さん勝ったね。で、花山下前の国さんをきっちり破ってる。下は八条さんだけ勝ったか。ということで、松原さん11連勝1つ差で、八重野さんと六条さんという図式は変わっておりません。九州力士がね、2人とも負けましたからね。瀬戸錦さんと高錦さんね。では、12日目参りましょう。工場さんが今日誉さんとね。塩小路さんは2勝9敗の安保桜さん、両替さんは玉ヘトさん、お相手は6勝5敗、八条さんは、沖津波さん、お相手は8勝3敗、花山さんは勝ち見杉さん、お相手は3勝8敗ですね。五条さん、七条さんは清流山さん、お相手は6勝5敗、万寿寺さんは日馬さん、お相手は4勝7敗、六条さんは小結び高西さんですね。お相手は現在9勝2敗。下手出し投げ、六条さんなすすべなかった、瞬殺されてしまいました。さあ、五条さんは朝日誉さん、お相手は5勝6敗。すくい投げ、五条さんなんと誉さんに敗れた。さあ、松原さんは百鬼丸さん、お相手は8勝3敗。これで松原さんね、もう一つも落とせなくなりましたね。八重野さんのプレッシャーに耐えようと思ったら千秋楽までね。下手投げ、松原さん強い、絶好調。八重野さん負けんからな。五条さんはこれ不覚やな。六条さんもっと不覚やね。あ、ガリュウさん負けてるやん。で、七条さんはまた破れた。まあ、これはしょうがないんだけどね、パラの都合でね。で、花山さんはきっちり勝ってる。で、下さんにも両替さんだけやで、ね、やっぱり。ということで、12日目終了。松原さん12連勝。それを一差で追いかけるのは1人になりました。矢野美さんのみ。で、10勝2敗チームで、六条さん、アロフシさん、高西さんという3人。お三方ですね。で、五条さん、万事さん、9勝3敗か。岩戸川さんもだからもう勝ち越しリージョン状態になってるね。で、誉さんも五条さんに勝ったからこれで6勝6敗のタイに戻した。高山さんも気づけば6勝6敗。これは全員勝ち越す可能性が出てきた。十両、七条さんは5勝7敗で負け越しリージになりました。花山さんは逆に全勝12連勝、2番手との差は2差きましたね。で、八条さんが6勝6敗、両替さん10勝2敗、二
2チームやね。で塩越さんが真っ黒12連敗という状態、13日目いきたいと思います。さあここからは上位同士の争いも始まります。五条さんはまずは松原さんと、ああ六条さんが今日は柳さんと当たる。万次さんは荒藤さんとね、で松原さんと五条さんでしたね。八条さんは八坂崎さん、お相手は4勝8敗で、塩小路さんは勝ち見すぎさん、お相手は3勝9敗全敗ありえるぞこれ。両替さんは清流山さん、お相手は7勝5敗、花山さんは無限界さん、お相手は4勝8敗七条さん負け越しかかってますね。わー相手が悪い。10勝2敗の高野波さんじゃない、鳴門波さんとの相手が相手。多分モデルは高野波さんなんでしょうね。あー小手投げ七条さん負け越し。なると波さんも、ね、来場所は絶対上がるなこれで。さあ万寿寺さんは10勝2敗大関の荒藤さんと、どうもね荒藤さんと狩竜さんはちょっと好調っぽい。カリュウさんはどうやろうね、まだ分からんけど、アラウジさんは好調っぽいな。もう 2桁勝ってもうね。いやいやいや、ハリなんかいらんから投げろや。ターンがもったいない。さあ張り手ですね、沈んでくれるんやったら全然いいけどね。さあ追い込んだ、いけるかいけるかいけるか、いけない。差し勝った。もう一度張り手からいけるか、 いけないいった。押し出しました。なんとか勝ちました。さあ六条さんは八重の実さんですね。これは松原さんを楽にできるかどうかの一番。さあ先にマシを取ってのは八重の実さん。突き落としが決めれるか。がっつりかぶってきて追い込まれた。突き落とし、あー失敗、惜しい。さあアクティブに動きたい。なんとか真ん中2つ返した。また八重の実さん寄る。寄られてしまいました。六条さん敗れる。八重の実さんは1敗をキープ。さあ松原さん12連勝五条さん9勝3敗の同門対決。ケタグリー五条さん勝ってしまった。これで松原さんまたピンチになりましたね。いや、榎並さんが喜んでますね、これは。あ、岩戸川さん、ガリュウさんに勝ってるね。強いか弱いかよ、わからんわ。ごめんなさい、くしゃみ出ちゃった。さあ、七条さんが負け越してしまいましたね。花嫁さんは相変わらず順調。来場所はね、間違いなく上がりますね。で、両替さんも、勝ち越しです。塩越さん真っ黒のまま。八条さんはどうかな。13日目終了。これで、全勝は消えました。12勝1敗が松原さんと八重の実さん、それをかけるのが高西さんという状態ですね。で五条さん六条さん万次さんが10勝3敗、3番手チーム、まあ、4番手チームになるのかな厳密に言えば。重量花山さん全勝中ですね。一条さんは5勝8敗で負け越し。八条さん7勝6敗まで来たか。で両替さんは11勝2敗絶好調。塩越さん13連敗、不調というよりはね上がるのが早かったね。では14日目いきましょう。塩越さんはで
東條さん、清江のみさんとね、さあ松原さんを破った勢いでね、八重のみさん仕留めてほしいところだけど、どうでしょうか。で、六条さんと松原さんね、これ六条さん勝っちゃうとやばいな。まんじさんは岩戸川さんとで、ドーム対決ですね。八条さん勝ち越しかかってますね。今日は綾野国さん、あら4勝9敗か。さあしかし今日は綾野国さんが一気に寄った。八条さんを押し返して真ん中戻す。さあここで逆転するか。さしもう一度もろ差し寄り2つ。おお、小手投げかな、下手出し投げかな。残った。八条さん逆転。残った。さあ追い込んだ八条さん、そのまま押し出しました。八条さん14日目で勝ち越し、これで8勝6敗。両替さんは勝ち見すぎさんね、お相手は4勝9敗、これはパスしましょう。塩小路さんは清流山さん、お相手は7勝6敗で、花山さんですね、鳴門奈美さんと当たります、お相手は11勝2敗で、七条さんは無限界さん、お相手4勝9敗さあ重量はこれでもう全パスやね。で、まんじゅうじさんは強いのか弱いのかよくわからない関脇の岩戸川さんと、岩戸川さん8勝5敗勝ち越しましたね。上位陣にね、あんだけ抑えてればね、勝ち越せるわな。上手投げ久々に見たな、まんじゅうさんの上手投げ。さあ五条さんは八重の実さんと、お相手は12勝1敗残った。小手投げ、八重の実さん1敗をキープ。さあ松原さん、これで負けられなくなりました。しかし同門対決、六条さんとの一番、松原さん12勝1敗ケタグリー、六条さん勝ったとなると条件厳しくなりますね。ただ六条、明日松原さんが勝てば巴戦が待ってんのか。さあ大関同士の一番、ガリュウさんが敗れた。ガリュウさんやっぱり衰えてきてるね、間違いなく。で、十両ヒットの2人は勝ちで、塩小路さんは真っ黒のまま、両替さん八条さんが勝って、八条さんは勝ち越しましたね。14日目終了。明日の条件は、松原さんと八重の実さん直接対決がありますので、松原さんが勝てば、優勝決定戦かな。12勝がいないからね。あ、高西さん次第か。高西さんも勝てば巴戦で、その下は五条さんと六条さんか、まあ、横同士になるからね、ほぼほぼ。まあ、巴戦か優勝決定戦にもう一回持ち込めるかやね。まあ、八重の実さん優勢は変わらんな。で、十両は花山さんが、明日七条さんと多分同門対決が待ってるので、勝てば全勝で、幕内入りということですね。で、八条さん勝ち越し、両替さんも勝ち越しましたね。来期は多分十両7番手か6番手ぐらい。で、塩小路さんは落っこちるのが確定となりました。では千秋楽筆頭同士の一番で、五条さんと六条さんね、これはまあ分かってた。松原さんは結構大事なところで負けたね。五条さんとね、六条さんとどうもにやられてるんよね。もうちょっとね、六条さんとかも踏ん張ってほしかったけどね。さあこれで負ければもちろん八重の実さんの優勝が決まってしまいます。
しょこじさんは八尺ヶ岳さん、お相手は4勝10敗、これは全敗がかかってますね。で、両替さんは綾の国さん、お相手はこちらも4勝10敗。八条さんは勝ち水木さん、4勝10敗が多い。はい、で、七条さんが6勝8敗、花山さんが14連勝の同盟です。これはどう考えても花山さんが有利。これから上がる人、まだまだ鍛錬する人の差が出るでしょう。さあ追い込んだ、はたき込み不発、そのまま寄り切り、花山さん全勝で十両優勝。万寿寺さんはガリュウさんですね。お相手は8勝6敗。やっぱりガリュウさん一桁で終わったな。もうそろそろええねんけど、まだ負け子さんからね、ガリュウさんもね。こっちには別やけどね。こっちは すっぱりやめるんやろうけどね。あー、叩いた。万寿寺さん敗れた。さあ、結びの一番前ですね。10勝4敗の53と11勝3敗の63。はたき込み、ケタグリ2発のはたき込みで63一気にいった。さあこれで、決まるでしょうか。松原さんと八重波さん結びの一番。松原さんが現在12勝2敗、八重波さんが13勝1敗。八重波さんが勝てばそのまま優勝が決まる。松原さんが勝てばもう一番優勝決定戦が待っております。松原さん追い込んだ、取ったりこらえてそのまま突き出し。さあこの後優勝決定戦もう一番。この六条さんすごかったな、めちゃめちゃ面白かった。誉さんは、あ、高山さんこれで陥落かな、動けばの話やけどね、で花山さんは間違いなく来季入ると。で八条さん、両替さんも上がる。で塩小路さんは落ちると。はい、まず星取り表からですね、正横綱2人が13勝2敗で並びました。小城さんは10勝5敗、六条さん12勝3敗、万治さん11勝4敗。荒藤さん頑張ったね、12勝3�敗か。で照見山さんも12勝3敗。やっぱり三役ではね厳しいんでしょうね、下に落っこちると強いね。で、誉さんと高山さんが負け越し、あ、塩見、塩の海さん負け越しちゃったか。一人の元三役のかげろさんは、あ、かげろさんも2桁いってるもんね。他三役だったのは、あれどこ行った、もういないんか、名前が飛んでる。まあいいや、十両、花山さんがめでたく全勝で、上がりますね。来季七条さんはまあこんなもんでいいですと思います本当に。で、八条さん9勝6敗、両替さん13勝2敗、塩小路さんは真っ黒15連敗という結果でしたね。さあ優勝決定戦いきましょう。もう一番松原さん勝ってほしいね。ただし連続の優勝かかっております。あれ巴戦か、あ、そうか、ごめんなさい、あれか、高西家さんかなんか残ったんか。いけ松原さん頑張る、差し替わんない。さっきはほぼストレートやったけどね。さあ追い込んだ、いけるか、差し替われば勝機、差し替わった、押し出し、まずは1勝。そしてそうですね、高西区さんとですね。さあ行きましょう。ケタグリー、松原さん2場所連続優勝。技能賞は照見山さん、関東賞高西さん、主君賞岩戸川さんという結果でした。あー、よかった。ということで来場所優勝すれば、ちょうど優勝20回プラス 3場所連続というねことになりますけどね。さあうまくいくかな、劣れるからね。さあエンディングは相変わらずカットして、誰がやめる誰がやめる、ガリュウさんやっぱりやめた。ようやくガリュウさんが引退しました。大関枠一つ空きましたね。うん、ちょっとね引退フラグかなって一瞬思ったんですけどね。まずは親方能力、
さあ実績はまあいいとして、指導力10、健康8、行動力9、魅力10というね、まあいいパラになってきましたね。部屋記録は、こんな感じ。幕内1人は、誰だ花屋敷さんじゃないよ名前ぶっ飛んだ花屋町さん花屋敷さんって言っちゃったね。松原さんがねここで、なんとか頑張ってくれたおかげで、19回目の優勝、8割もね近くなりましたね。さあ番付け見ましょうか。松原さん、ああなるほどね、張り出しの東方やったよね多分、ガリュウさんが。あこれ変わっとらんわ多分、七条さんは上がったけどね。え、あそうか、これ分かった分かった、番付変動ないです、ないんだけど、ガリュウさんが抜けたから東方の重量だった七条さんがなぜか上がって、花山さんが重量と筆頭まま、これはでも別の意味ラッキーやけど、七条さんにはラッキーか。で、両替さんが前頭は5枚目、八条さんが上がって、2人がさ、2人沈んでんのか、そうかそうか、そうやね。まあ塩小路さんはそうやとしてもね、花山さんはこれパラ上げるチャンスやね。まあちょっと七条さんには悪いけど前向きに捉えましょうということで、まあバグランドは良かったか、まあそういうことですよね。で誰来た、ちゃんと見てなかったな、ごめんなさい。誰来たの誰来たの、比叡さん、浜の富士さんかな、でもう一人、もう一人誰だ、あーいいんだ二人で、塩見岳さんが、あ、塩見岳さん、塩小路さんが怒ったからね、比叡さんと浜の富士さんか、あんまり両方とも強いイメージはないけどな、まあまあまあね、やっぱりまだ八重野美さんは衰えを全然見せないね。次は荒富士さんか、ね、荒富士さんがどのタイミングになるのか分かんないけどね、また今年どうなっていくことでしょうか、お楽しみにしておいてください。では次回は春場所ですね、3月場所でお会いしたいと思います。それではさよなら。